滅びよ。ここはお前の住む世界ではない。私は自らの力で蘇るのではない、欲深な人間どもによって蘇るのだ。力が唯一の正義なのだからな。それはお前の勝手な言い草だ。人々は同じ信念のもとで求め合い、集い、そして歩んでいく。だが現に人間どもは欲望によって発展し、信仰によって統率されてきたではないか。人間は力だけでは統率できない。敬い、慈しむ心があるからこそ統率ができるのだ。くだらん。どちらが正しいか死をもって分からせてやる。闇の神官シャフトの手によって復活したドラキュラ伯爵はリヒター・ベルモンドにより倒された。しかしそれから4年後の満月の夜、彼は謎の失踪を遂げた。行方を追って当てのない旅に出たマリア・ラーネットであるが、道中行く先を示唆するかのようにある事件が発生した。伝説では100年に一度しか蘇るはずのないドラキュラ城が忽然と姿を現したのだ。時を同じくして一人の男にも異変が起きていた。彼の名はアルカール。かつてラルフ・シ・ベルモンドと共に父であるドラキュラを滅ぼした男だ。彼は自分の呪われた血を断つために自らその能力を封印し、覚めることのない眠りについたはずだった。だがその眠りは妨げられ、汚らしふるさとが復活したことを知った。そして今さまざまな思いを抱き、宿命の魂がドラキュラ城に集う。闇に浮かぶ月だけが真実を知るのだ。
無事に参られましたか。知れたこと、そこを引いてもらおう。未だ人間の味方をなされた。我らの元に戻れとは申しません。せめて手を引いていただきたい。それはできぬ相談だ。仕方ありません。この場は一旦退きましょう。今一度よくお考えください。待った。